チャオ、あっちゃんです。去年ローソンで、今発売中の、限定味、唐揚げくんのブラックホール味。どんな味やねんって感じね。宇宙兄弟の名言、まさにどうでもいいねんけども、宇宙兄弟、あっちゃん見たことないねこのアニメね、よくわからない。宇宙好きやねんけども、あんまり見ない。黒真っ黒です。黒いブラックホール味。5個入ってるから2個ずつ、はい、こんなもんあった。真っ黒結晶、はい、真っ黒結晶、ちょっとだけね、あの薄ら出てる。これは、なんやろ、ね、ブラックホールの中の何かです、はい。ということで食べてたいと思います。普通に唐揚げくんの匂い。いただきます。いただきます。ペッパーの風味。あ、うん、ブラックペッパーか。ブラックペッパーが効いて美味しい。うん、ちょっと辛いね。ほんのりピリピリと、後から来る。うん、後から響いてくる。うん、5個しか入ってない。うん、5個しか入ってへんね。これ結構5個やん。多分1人で5個食べるぐらいの大きさになってんじゃん。はい、美味しい、美味しいけどちょっとね、ほんのりこんな感じです。唐揚げくん216円でした。はい、あ、電話かけた、ちょっと待ってね。はい、ってことでね、ちょっと電話入ったんだけども、唐揚げくんブラックホール味、ブラックペッパー味、美味しかったです。宇宙コラボ、まあ真っ黒けでワオってなったけどもね、味はまあブラックペッパー味でちょっとヒリヒリするけどね、美味しかったです。はい、あっちゃんブラックペッパー結構好きなんで、美味しかったです。では、夕方のね、あのひとときこういうのもありやと思います。ではまたね、バイバイ。ブラックペッパー味、じゃあもき味でも、唐揚げくんブラックホール味、食べてみたいなっていう人は高評価、これね、美味しそうだなと思う人はチャンネル登録してください。ではまたね、バイバイ。